スタジオでは開局8周年記念ライブ、平日でお忙しいところ大変恐縮でございますが、精神障害的な記念の8周年ということもありますので、ぜひ応援していただければ嬉しい。パーティーラジオライブにお越しいただきありがとうございます。長い すっごい長い、ということで、今回のこちらのライブの MC は私、札幌吉本所属の音楽芸人大林義弘でございます。どうぞよろしくお願いします。さあ、ということでね、スタジオ局はね、なんと開局8周年ということで、そちら開局ライブということでやらせていただくことになりましたね。こちらは今日はですね、いろんな演者さんがたくさん、出演してくれるということで、まずはですね、注意事項を先に、行きたいなと思います。基本的にはですね、写真は OK です。写真 OK、 そして、動画は NG でございます。そして、途中でね、8周年、スペシャルメドレー隊という形で、出演してくれます高橋智美さんは写真も NG でお願いいたします。あとですね、やっぱその SNS とかで上げるときはですね、ちゃんと綺麗な写真を上げてください。たまにね、半目向いてるやつをね、ボンと上げたい人がいらっしゃいますから、そういうのは気をつけてくださいね、皆さんね。それでね、今ね、出ましたけども、8周年スペシャルメドレー隊という形で、出る予定でした、チームクラッシュですね、僕と、アキラさんのユニットだったんですけども、アキラさんがですね、なんとドクターストップになりまして、はい、ちょっと照れなくなったということで、その時はですね、チームクラッシュで、くれないを歌うという、XJAPAN の、くれないを歌うというふうになってたんですけど、まあ、今回僕一人ということになりましたので、くれないはやっぱりアキラさんとやるときに歌わないといけないなというふうに思っておりまして、急遽歌変えました。はい、変えました。ですね、そのリアで歌いました。はい、そしたらですね、漫才愛の坂ですね、すごい笑ってました。はい、皆さんね、僕が何を歌うのかぜひ楽しみにしていてほしいなと思います。いやー、多分ね、皆さんが予想できる曲ではないです。僕もなんでこの曲を選んだのか全く意味わかったです。はい、なので、ぜひ楽しみにしていてください。さあ、これからですね、終演が、一応まあそうですね、まあワールドカップの日本代表の試合が始まる前までに、終われるように、頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、まずは、一発目でございます。一発目はなんとトライアットの皆さんです。拍手。
盛り上がっていきますよ。よろしいですか。あそこね、あの隣の人邪魔なんで、もうちょっと入ってみるよ。あ、その辺にかもしれないね。最高。ということでございまして、一発目一体盛り上がっていきたいと思います。はい、ご覧のとおりカリスマ曲いきますよ。うわっ
のテンション。いや、いいのかこれで。いいんだよそれで。はい、ということでございます。とりあえずどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。珍しく1曲目終わりから水飲むからね。早い。いやでもね、いつもすごいんですよ。終わった頃にはもう滝のような汗が流れてて。そうなんですよ。だいたいツッパジョベジョベです。水も滴るいい男。なぜか男にモテるっていう。そうね、愛するよ。じゃあそんなわけでね、ちょっとね、はい、自己紹介とかね。あ、そうだね、うん、あの今日そう、トライアント初めてって人。はい、嘘つきがいる。大体この辺嘘つき。あのですね、普段トライアントってまあ2人ないし3人なんですよ。そう、今日見てください、人だらけ。人だらけ。ちょっとメンバー紹介したいので。そうなんですよ。ドラムリズムよろしく。イエイ。じゃあもうね、早速いきなりドラムから行くんで。ドラム、フルベ。中身はおっさんですから、ね。そして本親戚はビリー。そんだけ。そんだけ。あ、出し惜しみ。なるほどね。そしてこんな最後にどうか。みんな。聞いたことあるってことだったね。はい。そしてトライアントですね。どんなアドリブやってくれるのかな。どんなアドリブやってくれるの。ドラムストップ。長井健太郎です。これは大御所の前に私に先に自己紹介させていただきます。ギターとか弾いた方がいいんですか。いや、アドリブでしょ。アドリブです。ドラムストップ。はい、というわけでございますね。簡単ですが、皆さんどうもありがとうございました。トライアントと言います。皆さん、いや、覚えてくださいました。継承略称で結構でございます。トラちゃんでもなんでもね、皆さんのご協力。トラちゃんはやめて。じゃあトライアントちゃんでお願いいたします。ありがとうございます。あの街角で、キサラギさんとかに会ってトライアントちゃんって言ったらあーって言うので。私そんな声出さない。トライアントさん、おーい。こんな感じでよろしくお願いします。ギターアラちゃんでした。今のアラちゃんですって3人なんでしょ。そしてトライアントドセンターでございます。さあ、どんな面白いことを言ってくれるのかな。ドラムスト。皆さん、こんにちは。トライアットのボーカル、キサラギさんです。よろしくお願いします。ごめん、ちょっとイラッとした。そんなこと言わないで、アナちゃん。イラッとしすぎて演奏できないかも。それは困る。あの、一つちょっと提案があるんですけどね、うん、皆さんちょっと聞いてください。はい。何ですか。じゃあ、皆さん英語で自己紹介お願いします。あ、そうだ。忘れきれない。 Welcome to my program tonight. Dude.
Welcome to say, are you guys ready to fucking shit? Yeah! 今なんて言ったんですか？今ですか？うん。皆さんコップ落ちたんだよ。嘘。大丈夫かい？はい。ということで。すごいね、英語がね得意なんですよ、ミノさんは。そうなんです。っていう情報をね、アラちゃんから聞いたので、ちょっと無茶ぶり。トライアット結構打ち合わせないことやりますね。その被害によく合ってるのが台本って何なんですかね。本当に、はい、打ち合わせという言葉がない。ない、ね、うん、ということで、次はですね、これだけ盛り上がっておいてバラだんですよ。待って、お水飲ませて。え、お水を、お水を飲ませてください。ケタロさん、はいはい、何でしょう。最近どう？最近ですか？最近ですね、太りました。あ、大丈夫、俺もなんかごめん。ということで、お水飲んだのね。飲み終わった。身のある話終わりましたんで。身のない話だよ。全く身のってない。はい、それでは、はい、曲紹介を木更木さんからお願いいたします。はい、いやー、ほんとね、このソロ回しをしたとき、ちょっと、ちょっと、ちょっと待って、いやー、止まらないって感じだよ。お笑いのテンション曲紹介ってのに、いやーって喋り始めてます。タイトルを、はい、では、聴いてください。トライアットのバラードでございます。愛し君へ。
てないけど暑いね。あれ、あれちゃん汗かいてない？今日かいてない。私の方が汗かいてる。水も滴るいい女。あらちゃんは出てくる前に表面に塗ったくってきてるから。あ、そうか、汗を。そうよ。え、私も化粧してるんだけど、ね、今日ね、ドライアイスコーティングしてる。とりあえずこっち2人女子力高いんですよね。そうよ、当たり前じゃない。なんか出てきた、なんか出てきたよ。アラブさん今ねチューニング忙しいので、ちょっと待って。そう、今日朝ね、はいはい、お父さんとご飯食べてて、うち自営業なんでお父さんいつも家にいるんですけど、今日さ、夜ケーキ食べたいって聞かれて、はいはいはい、ケーキ？え、なんで？って思って、いつもそんなめったのことない限りケーキ買わないんですよ、うん、そしたら、あのね、今日俺誕生日なんだよねって言われて。おめでとう。ありがとう。あんちゃん、めったなことある日だったよ。覚えてて。いや、もう私その前に父の日とお父さんの誕生日を合わせてプレゼントを渡してたのね。はいはいはい。そう、だからもうすっかりもう頭から抜け落ちてて、盗んだことだったね。そう、今日でした。そう、今日だった。で、ごめんって言って。でもなんか拗ねちゃって、じゃあいいや、ケーキ買わないって。かわいいな。そんなもうすぐ還暦なお父さん。すごいな、今のストーリーでお父さんファンも何人かちらほら。やめて。でもめっちゃ聞いてくるんですよ。え、どんなバンドやってるのとか、今日さ、どこでライブやるのとか。一回招待しないとなんだね。でもさ、招待しましょう。来てないっす。私、親呼んだことないです。呼ぼう。だって今日ベストタイミングだぜ、呼ぶ。すごいステージだよ、本当は。いや、本当ね。いや、でもさ、なんかね、これから歌う曲をさ、なんか歌ってるって思われるとさ、なんかちょっと、あ、なんか あいつ、なんかあれなんだなって思われるのもなんかちょっとなって思って、まあ、ただ、次の曲はそこまでだと思う。そう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 、うん、すいません、そろそろ鈴木優さん呼んでもらえない？あ、そうですね。盛り上がっちゃった。次ですね、次の曲からですね、あのフューチャリング鈴木ゆいさんということで、はい、では鈴木ゆいさんお願いします。出てくる前に誰がバランスタイプなんだね、歌を。あ、そうだね。それではですね、はい、そう、ゆいちゃん入れて残り2曲、はい、やりたいと思います。はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。はい、それでは聴いてください。チェリッシュチェリッシュ。
最後、最後になりました。わかりました。あと23曲やります。23時間に合わなくなる。今ね、あそこに スタンバイしてる人がすごい怖い顔でこっち見たんで、1曲だけにします。あ、それで今日ですね、なんとトライアットのミニアルバムが発売になりました。そうでございます。今日やってない曲、2曲入っております。はい、はい、はい、あ、さすが、さすが海賊王さん、はいこれです。はい、ヨドラのビューエラという曲のアルバムになってます。はい、なんと、カリスマンの DVD 入ってます。2枚組です。さらに元々出してたカリスマンとルクセリアもアルバムバージョンとして。そう。カリスマンは完全にリマスタリングしてるし、私も撮り直してる。で、ルクセリアはリマスタリングして、さらになんと鈴木優さんのピアノが入っております。はい、鈴木優さんのピアノが入っております。めちゃめちゃかっこよくなってます。今日全面フューチャーでいきます。最後に言うから、はい、はい、でもお高いんでしょ。なんと2000円です。イエーイ。6曲入りでティーパン組で2000円。安いね。ですので、ライブ後、あちらの方でね、うん、まあ、他にも、はい、ステッカーだとか写真ですとか、うん、ね、僕らこれしてますけど、ドッグタグというんですけども、こういうものですとか、いろいろ売ってますので、柿の種とか売ってないもんね。おつまみはね、そこ手ってそっち行くとか、そういうのがそういう宣伝いらないから。それでは、最後の曲ですね、はい、ルクスリアという曲をやりたいと思います。はい、皆さん、盛り上がっていきましょう。この後もいっぱい出るよ。
原さん、いいミュージシャンということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。トラッドの皆さん